キチャンネル。こんにちは。さあ月曜日総チェック、はい、ということで交流戦ももうあと1週間に終わりね、で終わりますけども、絶好調のチームもあれば絶不調のチームもあるし、相変わらず交流戦はなかなか勝てないチームもあれば、交流戦ね、なったら調子良くなるチームもありますけども、さあラスト1週間交流戦どこが優勝するのか、あとは交流戦前と交流戦後順位が大きく変動しているのかっていうところでね、選手の金土日チェックしてまいりましょう。さあということでまず最初は、巨人対ロッテ、6月3日10対3で巨人、4日2対1で巨人、5日10対4でロッテということで2勝1敗でジャイアンツの勝ち越しっていうところになりましたけども、まあ、3日10対3、先発佐々木朗希戸郷というところで、こちら動画別に出してますからそっち見てください。なんと急上昇にも乗ってるみたいです、はい、ということでね、それはそっち見てください、はい。6月4日、2対1で巨人ということで、ロッテ先発佐藤、7回105球、4安打2三振、2四球、2失点と、まあ、まっすぐ、カーブ、スライダー、チェンジアップ、緩急つけて、素晴らしいピッチング、ね、まあ、最後ね、勝てずっていうところで、終盤、6回までは完璧と、7回ね、逆転、許すけども、まあ、この続投は仕方ないね、それまで完璧に抑えてるだけにね、しかも、まあ、絶対的な7、8、9のね、リリーバーがいるわけでもないんで、そういった意味ではこの続投はまあ仕方ないかなと、まあ、巨人先発メルセデス7回3分の1 97球7安打6三振無四球1失点、まあ、立ち上がりねバタバタしたけども、まあ、ほぼ完璧でかなと、まあ、ロッテはね、初回高野センター前、中村レフト前とこのノーアウト1、2を作ったまでは良かったけども、まあ、今度ね山口3番入って山口レアード、岡と三者凡退でここ1点取れなかった、ここ1点取れなかったのが結局はね最後まで、響いたかなとね。で5回表エチェバリア、レフトへツーベースで佐藤センター前タイムリーヒットで佐藤ピッチャー佐藤がここでスリーバンド失敗でその後高部セカンドランナーライナー中村三振というところで、このロッテは初回と5回、5回もね正直この佐藤がバンド残って高部中村と一番ね得点が入る可能性がある打順に行く中で、そこでねチャンスを広げれなかった。であとはやっぱ初回のノーアウト1、2塁を得点に結びつけられなかったことで、まあ、取れる時に取ってないからこうなるというね、典型的な、展開の中、まあ、逆転を許すっていう感じでね、まあ、ここでね1本打ってればっていうね、そこがなかなか出ないところが最近のロッテの苦しいところで、ジャイアンツはね7回裏ワンアウトからね岡本フォアボール、ポランコが、ライトにツーベース、ワンアウト、2、3塁になって、増田陸センター前タイムリーヒットで盗塁してワンアウト2、3塁から、中島ね当てただけちょんと当てただけがもう弱くセカンドゴロで行くけども弱すぎてホームに投げれず、これがね決勝点ってなるだけで、まあ、ここがね、まあ、佐藤にとってはちょっと、不運だったかなと。逆にジャイアンツはねもう本当ワンチャン、もうこの1回のみチャンスあったの、それをねまずものにしたっていうところは大きかったし、まあ、その中でね、まあ、気になったのが6回裏ね、2アウト1塁からね、ウォーカーがレフト前打って、で丸が3塁行って、でレフトから3塁の間にウォーカーがねセカンド狙って754のタッチアウトというところでね、まあ、まあこれは仕方ないかなっていうね、まあ、最近ねウォーカーもポランコもそうだけどアグレッシブにね、走塁して思い切ったところってね、まあ、構想と暴走はね紙一重っていうところもあるけども、まあ、こういったところがねいかなくなったらまたウォーカーの予算もなくなるしね、まあ、正直ここの判断っていうところではちょっと判断ミスあったかなと思うけども、まあ、こういった姿勢がね、まあ、いろんなところでプラスに転用していくんで、まあ、これはねバットっていうよりも、まあ、もうちょっと判断よくしてもよかったかなと思いますけど、こういう姿勢をね継続していってもらいたいかな。まあ、結果ねワンチャンスをものにしたジャイアンツ2対1で勝ち越し、佐藤はねやっぱ岡本のフォアボールっていうところがもったいなかったかなと。で6月5日ね、4対10でロッテっていうところで、もうホームラン祭りっていうところでね、まあ、ピッチャー陣はねロッテ先発元前5回92球7安打6三振無四球4失点と、まあ、ホームランね打たれるも、初回ねいきなり丸ホームラン、ウォーカーホームランといきなり2失点するけども、で5回にもね岡本のツーランホームランで、まあ、4失点っていうところになるけども、まあまあ反省を浮かして修行です、はい。ジャイアンツ、正木よりね2回3分の1 58球3安打1三振1四球2失点デッドボール3失点と、もう大荒れっていうところでこちらも修行です、はい。まあ、ジャイアンツはね初回2本のホームランで先制するも、2回ね、ロッテ佐藤ライト前レアードがねホームランと、打たれたら打ち返すぞっていうところでね同点に追いついて、で3回レアードがねセンターへの犠牲フライ、ここでねマーティンデッドボール、中村デッドボールとね2者連続デッドボールでムッドポイント入りますけども、レアードがきっちり犠牲フライで5回の表、そのマーティンがねやり返すっていうね
当てられたら当て返すぞっていうねところでバットに当ててホームランっていうところでね、マーティン、そして佐藤がね、ホームランで、5回裏岡本のねツーランホームランで5対4と1点差になるけども、まあ4回ね、岡木セーフライでマーティンがね、ホームランで、9回にもレアードがホームランと、マーティン2発レアード2発っていうね、分割してくれっていうね、一気に打つなっていうね、まあここが復調していけばね、この1週間ね、また面白い戦いになるけども、まあ、ジャイアンツはね、山崎よりもそうだし、赤星ね、堀田含めて、まあ、開幕当初はね、いい感じで若い選手がね、躍動してた中で、ここね、ちょっと低迷している中で、まあ、こっからが勝負だね。まあ、苦しくなるね、時期、この交流戦乗り越えて、一気にね、成長できるかどうかっていうところで、まあ、菅野ね、戸郷、メルセデスっていうところのね、まあ、先発柱がね、いい形で来てる中、この若手のね、底上げ、押し上げっていうところがね、しっかり出てくれば熱く、ね、そうがなるけども、まあ、ここ勝負どころだね、若手にとったら。ロッテはね、本当にマーティン、レアードが打ったら無敵っていうぐらいね、まあ、ホームラン祭りで、まあ、なんか金曜土曜のうっぷんを晴らすぜみたいなね、形で、まあ、いいバッティングだったんじゃないでしょうかね。これが続いていければ交流戦あと1週間ね、頑張ってもらいたいですね。まあ、結果的にはジャイアンツがね、2勝1敗の勝ち越しっていうところになりました。さあ続いては中日対ソフトバンク、6月3日0対6でソフトバンク、4日4対2で中日、5日7対3で中日、中日の2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたけども、3日6対0でソフトバンク、中日先発大野7回123球7安打3三振3四球1点と、まあ試合はね作ったっていうところで、まあこのねチームの敗戦は仕方ないかなっていう。ソフトバンク戦が5回3分の165球2安打2三振1四球無失点と、まあ足つって交代っていうね、ところ体全体がつりましたっていうね、ヒーローインタビューでも言ってましたけども、まあ4回表ね、ワンアウト2、3塁から千賀がね、レフト犠牲フライで先制、こう追い込まれるまでのあのフルスイングね、一瞬見たとき、また新しい2軍の選手が上がってきたんかって思うぐらいの体の厚みとフルスイング力で、最後はね、きっちり当てに行ってレフトフライ、犠牲フライ、ね。でまあ先発ね、千賀が足がつってね、交代、まあ、このフルスイングがね多分体に来たのかなっていうところはあるけども、リリーフね、加山、藤井、津森、坂東、勝也とね非常にグッドリリーフでね締め切って、まあ、8回9回でね、4点1点と四球ね長打絡めてね試合を決めるっていうところでは大きかったかなと。中日はねリリーフがフォアボールからの失点っていうところが非常にね、痛かったというところでね、8回先頭中村晃ね、ピッチャー大野から山本に代わって、フォアボールで、今宮レフト前で、柳町の時に一塁ランナーでダイソー野村がね盗塁成功で、ショートゴロの間に1点上げて、ワンアウト3塁から甲斐がタイムリーヒット、甲斐この1点がね大きかったね。でその後デスパイネのねツーランホームランっていうところで、まあ、フォアボール単打でねランナーを溜めて足を絡めて最後は一発で仕留めるっていうね。で9回もね、途中から出た野村がねタイムリーツーベースっていうところがね、まあ、底上げがねできてきてるかなと。で中日の攻撃的にはね1回2回4回と先頭を出すもダブルプレー、まあ、ここでね1点でも取ってたら状況はねちょっと変わったかなと。まあ、初回ね岡林がレフト前ヒットで、三ツ俣ねバント試みるもねフライでアウトになって、これバーッとこう痛かったね。でその後アリエル・マルティス363ダブルプレー、2回先頭ねビシエルライト前ヒット出すけども、阿部、木下、高橋周平が三者凡退で、4回1点取られた後先頭ね三ツ俣フォアボール出るけども、アリエル・マルティエスでビシエドがね643ダブルプレーと、まあ、ここでねちょっと絡んでね1点でも取ってたら大野が先発っていうところでね試合展開がねちょっと分からなかったかなと。まあ、その中でもね、まあ、よく千賀、のねこの犠牲フライっていうところとリリーフ陣がねソフトバンクは頑張ったかなと。で6月4日4対2で中日っていうところで、ソフトバンク先発大関6回76球3安打6三振1四球1失点と、まあ、立ち上がりね球が高くてね1失点したけども、尻上がりでね低めしっかり投げて、その投げてる間にね修正できたっていうのは非常にねグッとね。でこのね、まあ、ホームランっていうのもね高めに浮いたんだけども、この初回ねアリエル・マルティエスね、インハイ結構ねいいところだったけど、アリエル・マルティエスねナイスバッティングね。でこれね2回ね裏ワンアウト満塁からね高橋ね、ヒロト523ダブルプレー取って波に乗るっていうね。でここね難しい、高橋がねバッティングいいだけにね、本当だったらそのまま見逃し三振しといてね、なんとか1番ところで勝負っていうところになるけども、まあ、バッティングもいいだけにね打たせたいっていうところでこのダブルプレーね、まあ、結果勝ったけども、負けてたらここがキーポイントになりかねないところでしたね。でソフトバンクはね4回表中村晃レフト前タイムリーで、5回表シュートがねライトへスリーベース、足が速くてねギリギリセーフになって、渡辺がライトへねタイムリーで、こっからよノーアウトで大関スリーバンド失敗で、三森
ファーストゴロ、牧原ショートゴロと、ここでね追加点が入んないっていうところで、この5回の表ね、これもう1点取ってたらソフトバンクとしては大きな試合展開がね変わるところだったかなと。で、中日は7回裏ね、ワンアウトから阿部センター前、木下セカンドゴロ、ツーアウト1塁から高橋がね8球粘ってフォアボールで、代打、溝脇が7球粘ってからのライトへ逆転タイムリースリーベース2点ね。で、ここピッチャーつもりね、で、この高橋溝脇の時に高めでね結構ストレート投げるも、ここね8球7球と高橋溝脇にね粘れてたけども、これ高め投げてるのはいいんだけど、そこ全部カットされて仕留めきれないんだよね。で、仕留めきれてないってやっても、そこ投げ続けても結果打たれるだけだったし、結局そこで低めにねしっかり投げるっていうのを切り替えてれば状況は変わったけども、まあ切り替えようとしたけども投げきれなかったのかっていうところはね、ちょっと一つの問題点になってくるけども、あそこはやっぱり最後は低めにしっかりね制球力があればこの連打っていうのはなかったかなと、思います。で、8回もね、ビシエドが、センターへねタイムリーツーベースを打って4対2と、で、きっちりね、この日は、ソベ、ロドリゲス、マルティエスとグッドリリーフ、ね、やっぱり勝ちのねリリーバーが出てきたら中日は本当に総括、ね、で、6月5日7対3で中日ということで、ソフトバンク先発杉山ね、6回117球8安打9三振2四球、5失点と。杉山はねもうそもそもパワーピッチだから、四隅に狙うとかコース狙うとか低め徹底とか、まあ正直もうそういうタイプじゃないんだよね。だから甘めでも力強い球投げて、そこから落として曲げて抑えていくっていうところで、まあその甘め投げたのをね仕留められるともう仕方ないっていう、そのストライクゾーンの中のキレを出していくっていう練習をねしていかなきゃいけない。で、中日先発柳、6回89球、7安打4三振、無四球3失点と、まあ、ピンチ作るんだけども、まあ、そこからね、失点、3失点するけども、連打許さずっていうところでね、この3失点に抑えれたっていうところはね、大きかったんじゃ、ないでしょうか。で、中日ね、攻撃的には、まあ、ソフトバンクね、初回、グラシアルの内野安打でね、1点先制されるも、中日はね、1回裏、2アウトから、アリエル・マルティネスレフトへヒットで、ビシエドがライトへ同点タイムリーツーベース、阿部タイムリーで、木下タイムリーと、このねツーアウトからチャンスを作って4、5、6の3連打っていうところでね、しっかり3点を逆転したっていうのは、まあ、柳が先発っていうことを考えるとね大きかったかなと。で、4回表ね、牧原の、ランナー3塁からね犠牲フライで1点取られるも、5回裏にねきっちりまだ先頭小林がランナー出て、で、三ツ俣バント、マルチメス三振するけども、まあ、ビシエドフォアボールで、阿部がねタイムリーっていうところでしっかりね取られてもすぐ取り返すっていうところはいいね。で、6回表ね、牧原のレフトに、ね、詰まりながらもあのタイムリーヒットでね、まあ、もう徐々に徐々に詰め寄ってくるけども、すぐあとね6回裏小林のね、ランナー二塁からライトへタイムリーヒットっていうところでね、しっかり追いつかせないっていうねところは非常に良、かったかなと。で、8回裏にね高橋周平2アウトねデッドボールから鵜飼がねレフトへタイムリーツーベース打つんだけども、フェンスまで行ってないのにグラシアルがね取ってショート今宮にねふわりと返球することによって、三塁ランナー大西コーチがねしっかり回して、高橋もねファーストからホームへ突っ込んでくる、ナイスストーリーコーチャーナイス、はい、グラシアルバーッと、そういったところだね。まあ多分パリーグの公式戦に戻ればね DH になるんだろうけども、この返球っていうのね、この1点非常に大きかったかなと。終盤ね大逆転劇をするっていうところでは、で、その後ね岡林にもタイムリーヒット打たれて、まあ、これはジェーンドっていう形だね。で、もう一個気になったのがね、ソフトバンクね7回表っていうところは5対3で2点差の状況の中で、ワンアウト二塁ね、明石のセカンドライナーをダイソーの川瀬が飛び出してダブルプレーっていうね、こういうやっぱチャンスを潰してるとね、あと守備のミスっていうところがね、まあ、この負けるべくして負けたっていう終盤のね逆転劇を埋めなかったっていうところのせめぎ合いになったかなと。まあ、結果ね中日の2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたね。さあ続いては広島対オリックス、6月3日1対4でオリックス、4日3対2でオリックス、5日2対5でオリックス、オリックス3連勝来ましたね。交流戦昨年同様今確かパリーグの中で首位っていうね、ところで、3日4対1でオリックス、広島先発大瀬良5回91球7安打4三振2四球4失点と、まあ、交流戦ね2連敗対ソフトバンクには5失点今日のねこの対オリックス4失点と、まあこの3日の試合はそんなに悪いようにはね、見えなかったけどね、まあ、攻撃もね初回ワンアウト3塁3番ね中村のセンター前タイムリーでねいい形でね出だしたんだけどね。で、オリックスはね2回表もう交流戦絶好調の杉本がレフト前ヒットね、でその後マッカーシーレフトフライ、野口サードゴロでアウトになるんだけども、伏見がね
レフトへツーランホームラン、まあ、ヒーローインタビューでね、どう打ったか覚えてませんっていうようにね、シュートめちゃくちゃいいところにね、大皿も投げたけども、それを肘を畳んでね、腰の回転だけでツーランっていうのは不思議、グッバッティね、で4回表ツーアウト一塁から太田の、ね、レフト前タイムリー、ね、でこの時に、まあ、サード坂倉三遊間、ね、抜ける打球を取りに行って取れず二塁ランナー、ね、福田とぶつかりかけて避けるで7にタッチアウトも、走塁妨害で得点認められるっていうところで、ルール上走塁妨害なのかどうかは分かんないけども、これが走塁妨害取られると坂倉もきついね、正直どうしようもないね。だって取りに行ったところにランナー来るし、あれランナー当たると思ったら取りに行けないしね。だから、まあ、この後ミネイのやつもするんだけど、あれが守備妨害じゃないんだったらこれも守備妨害じゃないやろって俺は思うんだけど、まあね、審判の見解だからよくわかんないけども、まあ、これは言いたかったね、正直あの広島としてはね。で5回表ね、杉本敬遠してマッカーシーツーアウト一塁からライトへタイムリーヒットと、まあ、そういったところでね、まあ、チャンスをしっかりものにしたっていうところと、杉本がね結局調子良くなったんでいろいろ絡んできてるっていうところはね、非常にオリックスとしては状態上がってきたかなと。でオリックス先発田島ね、5回85球9安打4三振1失点と、まあ、5回裏ねツーアウト一塁、ここでね、対坂倉最後の外のストレートね三振グッド、あれ力強かったね、フォームも素晴らしかったし、まあそう切り抜けてねしっかり勝ったかなと。で広島はね2、3、5、7、8と得点圏1本出ずっていうところで、チャンスはね救ってんできっちりね、でもそこで1本出ずっていうところで、まあ、2回2対1でね2回裏2アウト1塁から小園がねアウトになって、まあ、次大瀬良アウト、これはまあ仕方ないね、大瀬良はねここで小園が1本っていうね。で3回も1アウト1塁からマクブルーム三振、坂倉がねショートゴロで、5回2アウト一塁からマクブルームレフトでヒット打って一塁になって坂倉三振、これがさっき言った田島のねアウトコースストレートナイスボールっていうやつね。で7回ワンアウトから菊池がねツーベースで出てるも中村翔征マクブルームが連続でアウトで無得点で、8回2アウト二塁から小園が三振っていうね、まあ、ここでどっかで1本ね出てれば試合展開はねちょっと変わったかなっていうところでも、オリックスがねしっかり逃げ切り4対1で4日3対2でオリックスというところで、オリックス先発山本ね7回117球3安打7三振1四球2失点で、広島先発森下7回3分の2109球9安打7三振1四球3失点と、まあ、広島はねもうほぼチャンスなく、もうワンチャンの7回裏ワンアウトマクブルームからなフォアボール、坂倉がねライトへ同点タイムリースリーベースで、ウグサ三振して小園のねショートゴロ、普通のショートゴロを野口がエラーでバッと、これで逆転っていうね、まあ、これでこのワンチャンミスもあってこれで逃げ切るかっていうところでね、まあ、オリックスは、まあ、2回にね杉本がホームラン打ってね、まあ、好調杉本っていうね。で、まあ、この7回裏に逆転されて8回表長川がね内野安打で福田バントで宗レフト前ワンアウト一三塁になって吉田のね 3-4-3 ダブルプレー崩れで1点ね、アウトだったけどもリクエストでセーフ、若干セーフだったね。でダイソー小田が盗塁で杉本フォアボールで2アウト1塁になって T 岡田がねセンターへ逆転タイムリーヒットっていうところでね、それまで T ねいいところで打てなかったっていうところはあるけども、最後の1本でねチームを勝利に導くっていうね、まあ、だからお互いそんな言うほどチャンスなかったけどもきっちりねオリックスを逆転撃、こういったところはやっぱ強さ出るね。で5日、5対2でオリックス、オリックス先発宮城6回105球7安打4三振2四球2失点と、まあ、ピンチがね2回あった。で広島先発アンダーソン6回82球3安打3三振1デッドボール失点ピンチ1回というところで、お互いほぼチャンスらしいチャンスが全くない状況で、まあ、広島はねまず1回目のチャンス3回裏ね2アウト、1、3塁からワンアウト1、3塁から菊池が三振するけども、2アウト1、3塁になって中村翔征ね3番、センター前タイムリーヒットと、3日の日はね1本出なかったけどここはいいところで1本出て、でも取られた後オリックスがねすぐ行くんだよね。で4回表先頭福田がレフト前で胸バントで送って杉本がねタイムリーヒットと、杉本絶好調、ね、で6回裏これもうあの宮城のね2回しかないピンチの2回ピンチ、まあ、これを広島がねきっちりチャンスを 100% ものにしていくんだけども、まあ、この6回裏もね4番マクブルームがセンター前のヒットで、坂倉がレフトへ勝ち越しタイムリーツーベースで、この後ノーアウト二塁から相澤ショートゴロ、堂林三振で上本敬遠されて、でアンダーソンのところ代打中村がセカンドフライ、だからここ相澤進塁打打たなきゃいけなかったね、バッと。そしたら
もう1点取ったら分からなかったけども、でそしたらね7回表取られたらすぐ行くぜっていうねオリックスの攻撃ね。でここからピッチャーねアンダーソンに代わって堀江、 T 岡田フォアボールで、伏見バンドしに来てんのにフォアボールで、野口ピッチャーここでケムナに代わって、でバンドするも相澤がね一塁へ送球がそれて、でノーアウト満塁から紅林に代わって代打立ち、逆転のタイムリーツーベースで、ノーアウト二三塁から、中川三振するけども福田、スクイズ成功で、宗ピッチャーへのタイムリー内野安打できっちり4点大逆転っていうね。だからこれフォアボールフォアボールミスだからもう自滅だね。あとはやっぱりこの6回裏のねこの愛沢の進塁だっていうところが打ってればね正直違う展開になったかなと。まあ結果ね絶好調オリックスになってきたっていうね、杉本絶好調、この2人のね杉本の絶好調でオリックスが絶好調になる結果オリックスの3連勝でした。続いては DeNA 対楽天、6月3日7対0で DeNA、 4日6対1で DeNA、 5日6対5で楽天、 DeNA の2勝1敗の勝ち越しってなりましたけども、3日7対0で DeNA、 DeNA 先発大貫5回105球5三振2四球無失点と、まあ、自身ね3連勝そのうち失点が1点しか取られてない3試合の3連勝の中で、で被安打も4本3本5本と非常に安定してて、特にフォークボール低めに切れて腕の振りっていうところも縦振りで、ね、バランスよくゆったりとしたフォームで腕をしっかり振る、で腕が巻きついてる、こういったところもね非常に安定したピッチングつながってんじゃないのかなと思います。楽天先発竹中3回63球3安打1三振3四球5失点と、まあ、自身5連敗、まあ、勝敗つかずがね1試合あるけども自身5連敗、まあ、交流戦のみだと失点後6点で、被本塁打は2本4本ともうホームランちょっと打たれて交流戦になってたらね、こうどうだ疲れてきたかっていうねところね、まあ去年はね10勝してるけどもここ踏ん張りどころかな、まあ1回抹消されたんでね、ここしっかりリフレッシュして交流戦終わった時にしっかりね戻ってこれるかどうかっていうところはね楽天の先発投手陣今状況を考えるとね非常に大事な要素かなと。で DeNA は初回ねワンアウトから柴田センター前、宮崎がレフトへツーラン、これど真ん中のストレート、で3回裏ワンアウトから柴田フォアボール、宮崎フォアボールで牧がレフトへスリーラン、これチェンジアップもど真ん中で、6回、2アウト1塁から佐野センター前、タイムリーで、8回1アウト1塁から倉原がレフトへタイムリーツーベース、まあ、滝田がね制球がもう甘くなってきてる、それまでは、まあ、あの対パ・リーグの時は本当にコースで緩急のカーブっていうところをねいい形でできてたけども、まあ、あとは楽天はねもう序盤の腰ってもうどうしようもないというね完敗です。で4日6対1で DeNA、楽天はねチャンス作るも1本出ずミス連発結局大差っていうところで、まあ、初回ねいい形で浅村がね、レフト前で先制するも、まあ、2、3、4先頭出すもここで得点できなかったのが痛かったね。この2回も、辰巳がレフト前で鈴木大地ね、ダブルプレーで、3回も、先頭早川フォアボールで、小深田ライト前ノーアウト1塁から西川がねファーストゴロで1、3塁になって、西川盗塁決めてワンアウト2、3塁から浅村の、サードゴロで3塁走者早川ストップ、セカンドランナー西川が3塁に走っちゃう、宮崎ファースト投げて挟まれて結局早川がホームでアウトっていうところで、ここも痛かったねこのミスっていうね、まあ、この状況をねちょっと考えてみましょう。ワンアウト、2、3塁バッター浅村、ファーストランナー、あ、サードランナーはピッチャーの早川、セカンドランナー西川、どう考えてもゴロゴーは 100% 台です。ピッチャーにゴロゴーは聞いたことない、しかも浅村でしょ、ギャンブルスタートとか持ってこないっていうところで考えると、早川のランナーの動き見ててももう完璧抜けてからゴーなんだよね。そんなピッチャーにたかがよ3回でよ、そんなギャンブルスカーチでホームでクロスプレーで怪我したらどうするんやっていうね、で考えても早川のゴロゴーは 100% 台っていうところを考えると、西川のサインミスだね、もしくは伝達がしっかりできてなかったっていうねところで西川が飛び出して、まあ、万が一これがね早川のゴロゴーのサインだったとしたらかなりアグレッシブな作戦だね。まあないとは言い切れないけどね、まあ俺は怪我の怖さもあるから正直3回で先発ピッチャーにゴロゴーでホームクロスプレーはちょっと危険なんじゃないのかなと思うけどもね、そう考えたら西川のねサインミスかなっていうところで、まあこのねミスでチャンスを潰すっていうのも痛かったし、まあ、4回表もね島内がセンター前ヒット打って、丸森を三振するも島内盗塁で、ワンアウト2塁から辰巳三振、鈴木大地フォアボールで太田がファーストゴロでね、この 2、3、4でもう1点取ってればね状況は大きく、変わったかなと。で、DeNA はね初回点取られるもねすぐ牧がねレフトへ犠牲フライ、これもねセンター、佐野がツーベースで、海老名宮崎フォアボール、ノーアウト満塁から
1点、この後外山とかねアウトになるんだけども、ここでもう1点ね取ってればもうちょっと楽な展開だったかなと。で1対1でずっといって、7回裏ね、西口からピッチャー孫に代わって、で森がね、ポテンヒットで出てレフトへね。で、佐野の時にすかさずね初球から盗塁グッと総力、怪我から復帰でねアピールするぜっていうところではね、ノーアウトから出てる盗塁は大きいね。で佐野絶対進塁だって言ってね思いっきり引っ張り込んだのがライト線へね、タイムリーツーベース。で海老名がしっかりバンドで送って、柴田がダイソーで出て、で宮崎がね、フォアボールでワンアウト1・3塁から牧がなんとライトスタンドホームランで勝負ありっていうね。でもこういったところでもね、森がしっかりランナー出て盗塁で走って、で佐野がね、ツーベース打って、で海老名がきっちりバンドでノーアウト3塁で、宮崎フォアボールで出ながら牧がね、だこの 3・4、 宮崎の後に牧がいるっていうのもね非常に大きな効果をもたらしてんじゃないのかなと、ね、楽天はねこの6回裏ワンアウトから外がねライト前ヒットで、山田のサードゴロを浅村がね捕球ミスで、ワンアウト一塁で桑原になって、ここでねピッチャー早川から西口に変わるんだけども、まあここはねグッと交代もう仕方ないね、ミスでチャンスをね DeNA に広げられたけども、まあここねもう打線がなかなかねうまく回らないっていうところで、もう1点勝負をね覚悟してるベンチの中で、まあ1点もやれないっていうね中で、ここから西口が変わってきてね、でそこから西口が桑原三振で未来を三振とね2者連続三振取るっていうのは、これピンチをね、積み取ったね。まあ早川にしたらねこのエラーによってこの交代になるけども、まあこれは仕方ないね。でもその後よくね西口グッドリリーフしっかりね踏ん張ったかなと。だこういったところでもね、まあこういうね浅村のミスとかね、まあ失点にならなかったけどね、あと飛び出し走塁とかね、そういったところもちょっとずつね流れが悪くなる要因のね一つになっているっていうところもあるんでね、そういったところはやっぱりしっかりね修正していきたいかなっていうね、ところです。で続いて、6月5日6対5でね楽天ね大逆転劇ってね、取ったら取られ取られたら取り返されっていうね打ち合いですね、そういった中で両先発ね、楽天先発則本5回92球10安打3三振2四球3失点と若干球高かったかなっていうところが気になりましたね。で DeNA 先発石田5回89球6安打3三振4四球2失点と、まあ、このフォアボールね4つ出したっていうところが打線のね流れが楽天ねちょっと良くなったのかなっていうね。まあ先制はね、1回裏宮崎のねライトへのタイムリーツーベースで先制して、昨日までの流れをね引き継ぐんだけど、ここね取ったらすぐ取り返すっていうところがね非常に楽天は良かった。2回表ね浅村センター前で銀次三振で、この浅村もね三振ゲッツーでダブルプレーになるけども、ツーアウトから、辰巳フォアボールで、丸森ホスがね左には強いぜっていうね、右には1割台左には3割台っていうね、石田からライトへねツーランホームランで取ったら取り返すぜっていうところで、3回裏ね DeNA はワンアウト満塁から関根がねライトへタイムリーヒットっていうね。でこの後ミネイがねサードゴロね、ここでもう1点取ってればねっていうところだったけども、ここでしっかりいって、で5回の裏、海老名がねライトへタイムリーヒットで、こう同点に勝ち越しされたらね取り返すぜっていうね、すぐ6回表先頭辰巳がフォアボールで、丸森ホース三振、太田ワンアウト1塁からねバントです。で問題のシーンですね、若干右手に当たって、ミネイがね投げれずアピールして、で審判のね秋村さんが若干ね球場の説明ね、三浦監督から抗議って言いたくなかったのかな、でも抗議じゃなかったら抗議じゃないもんね、三浦監督からお願いでもないしね、指示でもないし、だからなかなか出なかったんだろうね。すごい言葉に詰まって選んで何言うかって考えて結局は抗議にしたっていうね、か抗議が出てこなかったのかはありますけども、秋村さんしっかりバッと説明しましょう。審判にバットです、はい、これはもう里崎チャンネル、ね、だけです、審判にバットは、ね、でその中で秋村さんの言い分だと、まあ、守備妨害には、ね、なってないというところで、まあ、一番まずやらなきゃいけないのはミレイがねアピールするよりもファーストにしっかり投げて、これアウト取ってれば、正直その後にね代打川島慶三にワンアウト一塁からレフトにね逆転タイムリーツーベース打たれるんだけども、これがねなかったことになるよね。だやっぱりあそこはねファーストを冷静にアウトに取ってから抗議をしなきゃいけない、まずプレーを完結させてからね、そういった意味ではもう宮城バーッとね。でもう一つがあれを守備妨害取られるようにするためには投げて暴投を掘らなきゃいけないんだよね、当たっ
ったことによって暴投になりましたっていう、あの盗塁の時でもそうだけど、あのバッターが若干セカンドへのスローイングが邪魔になる時も、投げなかったら守備妨害取られないんだよね。あれ投げてバッターに当たったとか、投げた球がね、で投げて体が当たって暴投になったってなると守備妨害取られるんだけど、あれはねセカンドリーで投げて暴投を掘らなきゃいけなかった、その大げさにね、そういったところも、まあ、守備妨害に取られなかった一つでもあり、で、まあ、前のチャンネル前のね動画とかでも言ってるけど、もうあんなのはねなんないんだよ。もう俺はもうなんないって言われて俺はもうめちゃくちゃやってんだからね。そういった意味ではいい勉強です。はい、見ないもね。でもこの後ねしっかり失点になってるところではやっぱり痛かったね、この2点っていうのは。でも7回裏ね、外で関根のね、タイムリーで逆転して、まあ、5対4でねしっかり勝ち切るかっていうところで守護神山崎康明出てきてね、その中でワンアウトから鈴木大地フォアボールで浅村がね逆転ホームランできっちり勝ち越したっていうところで、まあ、浅村がねこういったところで、まあ、勝負のね、まあ、前半 の11連勝した時も終盤ねここでホームラン欲しいっていうところでマルモロスとかね鈴木大地西川島内かなっていうところがホームラン打って逆転したりとか勝ち越したりとかっていうところが大きかった流れがね、あの11連勝の時にはあった中で、まあ、この辺もねこの欲しい最後の最後でね3連敗仕掛けたところを浅村のねツーランホームランで、このきっかけでねガラッとね流れが変わる可能性もあるんで、そういった意味ではね素晴らしいホームランだったと思います。ミネはねしっかりこれを勉強して学習しましょう。はい、ということで結果 DeNA の2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたね。さあ続いてはヤクルト対西武、6月3日1対0でヤクルト、4日3対2でヤクルト、5日5対3でヤクルト、ヤクルトの3連勝、交流戦首位キープ、リーグでも首位キープ、はい、っていうところになりましたけども、3日ね、先発小川8回95球3安打6三振1四球無失点と、まっすぐカーブスライダーフォークすべて完璧グッピッチ、ね、で西武先発高橋光南7回126球6安打3三振3四球1失点防御率ここまで 2.06 グッピッチね。まあ、ヤクルトは5回裏ね、小川、もう高めの顔ぐらいの高さのストレート、レフトへホームラン。ビッグ。素晴らしい。その1点のみです。解説。西武、3安打のみ、小川に抑えられて、完敗です。まあ、こんな感じはね、仕方ないね。1対0だもん。他何もないよ。両ピッチャー良かったよ。素晴らしい。はい、4日、3対2のヤクルトっていうところで、ヤクルト先発高橋奎二。5回110球、2安打6三振、8四球2失点、まあ、8個もフォアボールだし、よく2失点で収まったなと、まあ、ホーム的にはちょっと頭振るのが気になるかなと、その分ね、ちょっと前伸びになって、腕がね、離れていくことによって、制球力がね、乱れるっていうね、まあ、その中でも初回ね、このキャッチャー中村、このね、三振ゲッツー、ここ大きかったかなと、フォアボール2つ出して無失点の中で、この三振ゲッツーでね、ツーアウトにしたな、この中村の走塁、スローイング。で西武先発以来5回71球2安打2三振2四球1失点と、まあ、緩急自在で制球もグッとほぼピンチもなしで素晴らしいピッチング、まあ、その中でねヤクルトは5回裏村上ライト前で太田がねファーストゴロエラー、この1、2塁間ね山川も一点必死ででも当たってこれエラーになるんだけども、あれね後ろに外崎いたからあれ取らなかったら多分アウトだったんだよね。そういったところではもったいない。でノーアウト1、3塁になって、中村のね、低めのスライダーセンター前タイムリーヒット、あの低めを見逃したらねボールかっていうところをしっかりねコンパクトに振ってセンター前タイムリーで、ノーアウト1、2塁からオスナライトフライ、長岡センターフライで、代打川端フォアボールで、山崎センターフライと平井グッズ、ね、この後しっかりね無失点で抑えてるっていうね、この中1失点は非常に素晴らしいピッチングだった。だから山川のエラーがね本当もったいなかったなっていうね。西武はね2回に愛斗がねもう本当にホームラン出したかのようなレフトへのホームランで、4回ね押し出しで1点取っていい流れでいくんだけども、6回裏ねピッチャー交代本田ね、今季ここまで無得点あ無失点っていうねピッチングしてきた中で、塩見はね神宮で右中間に、スリーベースグッと足速いね、その後山田がサードゴロでアウトになるも村上がねセンターバックスクリーンに逆転ホームランで、ここでねもったいなかったのが、まあ、2ストライクからホームラン打たれるんだけども、まあ、インコースストレート、ファールでチェンジアップファールストレートファール でキャッチャーインコース構えて、それがねど真ん中入るんだよね、でそれでホームラン、だからここ別に勝負しに行くはいいんだけど、ミスコントロールでホームランは非常にもったいない。しっかりね狙い通りインコース投げてそれをね引っ張り込んでホームラン打たれるんだったらまだあれだけど、だから本人もちょっと悔やむところだね、まあ、これできっちり逆転されるっていうね、で3対2でヤクルトの勝ちになるんだけども、打った村上はねさすがっていうね、日頃ねヒーローインタビューで日頃
助けてもらってるんで、いやいや、あなたが一番助けてますよ、はい、で西武はね、ここです。1回、4回、5回、9回とこう1本出ずっていうチャンスはね作ってんだよね。まあ、初回もね、この若林フォアボールで、オグレディね、この盗塁、三振ゲッツー、このオグレディも見逃しだからね、さすがに見逃しすると思わないよね。でここでね、しっかり若林も中村が刺したっていうのは大きかった。で外崎フォアボールでこう2個フォアボール出してるからね、それで、無得点で4回表ね、こう1点取るんだけどもね、その後押し出しね、ツーアウト2からフォアボールフォアボール、まあ、最後平井だからまあこれは仕方ないかっていうね、このフォアボールが続いてる中でね、この得点できなかったっていうね、やっぱこの8個もフォアボール取ってね、2失点しかない、まあ、高橋がすごいのか、逆に西武が2失点しかと2得点しか取れなかったっていうところもね、ちょっともったいなかった。で5回、2アウトからだけども外崎フォアボールでパスボールでセカンド行って、山川フォアボールで歩かされて森がねアウト。で9回ワンアウトからね栗山フォアボールで川越アウトになるも若林センター前で2アウト1、3塁ここで1本出ればっていうところで代打中村がね三振、まあ、マグがよく踏ん張ったっていうところでね、まあ、あと1本出つっていう、あとやっぱりこの9番にねこういい感じで行くところがね、このセリーグの難しさっていうところもね、この西武のね、得点チャンスがね潰してしまったっていうところにもあるかもわかんないですね。で続いては5日5対3でヤクルトっていうところで、まあ、打ち合いの中ミスアンラッキーが試合の分かれ目っていうねところになりますけども、まあ、この日はね、エンス、高梨っていうところのね、両先発になりますけども、ヤクルトはね2回の裏オスナサードへ内野安打、普通の頃アンツーカーの多分芝生の切れ目当たったんだろうね、ありえないバウンドしてサード中村対応できず、これはもうアンラッキーだね、仕方ない。で続いて内山はねレフトへツーベース、ノーアウト2、3塁になって長岡がセンター犠牲フライで、ワンアウト3塁から高梨がセンターへタイムリーヒット、キュッだ、これエンスはこの高梨に打たれちゃダメだったね。だこのノーアウト2、3塁から長岡のセンターフライもね深めに行ってセカンドランナーが3塁にタッチアップできたっていうのも大きかったし、でこの高梨がねハッピーバースデーグッド、はい、センター前、ね、この1点っていうのがエンスにとっても痛かったし、あとこの高梨にとっても自分で取ったねところは大きかったかなと。で西武はね取られたらすぐ取り返すっていうところで3回ね外崎のツーランで同点に追いついたけども、ヤクルトもねすぐ3回裏にねワンアウト2、3塁からオスナのねショートゴロで行って、まあでもこれはね西武の内野陣がもう後ろ下がっててもう1点 OK ですよと、大量失点しないようにっていうところでね、まあこの1失点は西武としてもまあ計算通り、まあその中でねワンアウト2、3塁のピンチを作ったっていうところもねまあきつかったけども、山田のフォアボール、村上ライト前で浜田がね、プロ入り初バントねしっかり決めてオスナのね、ショートゴロの間に1点で取られたら取り返すでっていうねところで、4回の表ね山川がレフトにねホームラン同点ね、山川ホームラン打ったら負けない神話っていうのがね今年続いてたんだけども、6回裏ねオスナが、レフト前ここでオグレディファンブルで二塁へバッて、これ痛かったね。で結局内山バント、長岡がセンター前タイムリーで塩見がセンターオーバータイムリーツーベースで2点ね。で結局リリーフ陣熱いからね、清水田口マクガフでグッとリリーフね。でこの試合でね、おっと思った光るところがね、ヤクルト高梨内山のバッテリーね。で山川にホームランを打たれるんだよね、4回の表にね。で、次の打席、そのインコースのね、シュートから入るんだよね。これね、ホームランを打たれてもインコース攻めますよっていうところの意思表示的には初球しかなかなか行きづらいんだよね。カウント不利になってゴテゴテ外んでまた打たれるようじゃね、ゴテゴテになっちゃうんで、そういったところでもしっかりね、6回表のワンアウトからね初球シュートでボールから入って、で、外外ストレートストレート見逃しなんだよね。だから山川としてはホームラン打ってるからもう一回打ち来るんちゃうかっていうところでね、その初球のボールのシュートで打ちをね意識できたっていうところもね、で追い込んで、で外ねストレート3球続けて2エンド2が最初ね、最後ねもう一回打ちのシュート行って詰まらせてセンターフライ、このね配球はね打ち合いもね非常にグッと良かったと思います。ホームラン打たれた次にやるべきことをしっかりやって打ち取ったっていうのはね非常に素晴らしい。これはねまあ交流戦なんでもう山川と対戦しないからねあれだけども、これセリーグとのね対戦の時もこういうことができてれば次のカードに向けてねこの横軸で1年をかけたね配球で考えていくっていうところでは非常にね打たれた後こういう攻めするっていうのは非常にいいところなんで、高梨ね内山のバッテリー非常にこれを山川のセンターフライは非常に良かったと思います。
ね、で結果ヤクルトの3連勝、ね、あら佐々木ヤクルト優勝候補にしてるけど当たるのかな、ね、優勝候補というか優勝予想してます、はい、さあ最後に阪神対日本ハム、3日9対7で阪神、4日3対0で阪神、5日8対3で阪神、阪神3連勝きたね。交流戦ね、まあ、まだ最下位だけどセ・リーグではね交流戦何があるか分かんないっていうね、ところで3日ね9対7の阪神奇策を力が上回ったっていうねお題でお送りします。阪神先発ウィルカーソン3回49球8安打1三振2四球7失点、まあ、球高くても持ち味出ずっていうね全体的に高かったね。で日本ハム先発大沢6回84球8安打4三振2四球5失点、まあ、大山のねホームラン2本で6回ねフォアボールで崩れるっていうところでね日本ハムはね序盤完全に勝ちベース。初回浅間がねライト前で万波が、左中間へタイムリーツーベースで一塁ランナー浅間の走塁グッド非常に素晴らしかった。でノーアウト二塁から、野村、セカンドゴロ進塁打グッド清宮センター犠牲フライグッド完璧な流れです、はい、で2回、上川畑フォアボールでアルカンタラ、ライトへヒットでノーアウト一三塁から宇佐美がねセンター前犠牲フライできっちりタイムリーじゃなくても追加点を取っていく。で3回万波がねホームランでホームランの後もね、攻撃緩めず野村ライト前で清宮センター前で松本センター前ノーアウト満塁から上川畑スクイズ1点でアルカンタラ敬遠されてまだ満塁ワンアウト満塁から今度宇佐美エンドランでレフトへ2点タイムリーでワンアウト1塁から噂はね663ダブルプレーだからここのね宇佐美まで完璧なのよ。ノーアウト満塁でスクイズってお前北京五輪予選の対台湾戦サブローのノーアウト満塁からスクイズ出した星野監督ばりのノーアウト満塁からスクイズと思わないからね。でしかもキャッチャーが取るぐらいのところでホーム絶対アウトにならないっていうねバントもね完璧だった上川畑ね。でその後アルカンタラ敬遠して満塁策取るけども宇佐美の時にエンドランゴロ転がしてるけど三遊間ライナーで行ってねあれ本当にゴロ転がさなかった万が一サード飛んでたダブルプレートリプルプレーもあるからね、まあ、ワンアウトがダブルプレーだけどでもこういったところね奇策でしっかり点を取って、まあ、その中ねこのワンアウト 1-2 から噂はねダブルプレーになるんだけどもここはもう冷静にバントでよかったんじゃないのかなっていうね正直思う。そしたらその後パンパンってねもう得点できたかも分かんないけどもでも完璧な流れを序盤ね、これでも7対1ね。で阪神はね2回裏に大山のねホームラン打つけどももう7対1もうこれ完璧にっていうところでね、まあ、4回のね裏も大山の、2打席連続ホームラン7対2全然7対2だもんそんなもん負けるような要素なし。で6回裏佐藤センター前大山フォアボールで糸原ライトへタイムリーヒットでロハス、フォアボールでノーアウト満塁から長坂のダブルプレーの間に行ってでここで7対5ん若干やしなちょっと追加点欲しいねっていうところで日本ハムは7回ね、ワンアウトから、清宮ヒット松本ヒットでワンアウト1塁で上川畑643ダブルプレーこれがねちょっと痛かったかな。この流れが引き戻せないところだったかな。でも7回裏はね清宮がねファンブルしてエラー出すも、中野アウトで近本ねダブルプレーで逆に阪神がね流れ手放しかけてるかなっていう中で8回表ねアルカンタラセンター前ヒットで宇佐美がね送りバント心もファールフライとなって一塁ランナーアルカンタラね塁へ戻りきずダブルプレーあれまた流れを渡しもうお互いがダブルプレーミスで流れを相手に渡し合う中で8回裏ねワンアウトから大山が3打席、ね、この日3ホーマーのフォアボール挟んでね、3ホーマーのホームランで1点差で糸原ライト前でロハスライト前で糸井がフォアボールワンアウト満塁から山本ね代打山本同点タイムリーで島田が押し出しフォアボールで堀からピッチャー玉井に代わって中野は三振するけども近本がねライトへタイムリーヒットっていうところで一気に大逆転ね最後は阪神がでも全体的に完全に流れだったけど、まあ、大山のね2回4回8回のホームランがこのやっぱ阪神のね逆転劇に火をつけたかなというあとまあねこの8回ねピッチャー堀にマウンド上がるんだけども、まあ、結果論だけどね結果論だけどこのワンアウト一塁で糸井にフォアボール出して満塁招いて代打山本になった時にピッチャー交代してもよかったね
正直ね、まあ、結果論だけどね。でも交代するポイントといえば俺はここだったと思うんだよね。その後左の中野で玉井出すんだったらもう山本で思い切って変えてもよかったかなと、まあ、これは結果論だけどね、まあ、そういったところでは、まあ、流れをねこう話しちゃったかなと。で4日3対0で阪神というところで阪神先発は青木8回118球4安打8三振1四球無失点と、まあ、連打許さず完璧、ね、ビッグボスももう白旗ですっていうね、で日本ハム先発杉浦5回81球7安打6三振無四球3失点、まあ、真っ直ぐカットスライダーフォークと低め構成しっかり制球できてね、まあ、結局負けたけども投球自体は本当に素晴らしかったと思います。阪神はね4回裏この日ね杉浦が初めて投げたカーブをワンアウトからね中野がしかも初球レフト前ヒットで近本センターフライで佐藤がね低めのストレートをセンター前で2アウト1・3塁から大山ね外スライダーコースしっかり投げたんだけどねレフトへタイムリーヒットで5回裏も2アウト1塁から1番島田がレフト前2アウト1・2塁になって中野がレフト前で1打点で近本センライト前で 1打点とねこの 1・2・3番流れクッね青柳が抑えて打つべき人が打つ杉浦もね本当悪くなかったんだけどもこのね完璧なこの上位この島田中野近本っていうところのねいい流れとこの佐藤大山のねクリーンナップがね非常に働けばこういったね展開になっていくのかなと。で5日8対3でね阪神っていうところで日本もね先発吉田輝星ねリリーフで良かったんでねというところで甲子園で凱旋先発3回55球7安打3三振無四球4失点と、まあ、本人ねあの曰くまず一巡をねしっかり抑えようと、まあ、駆け引き関係なくね投球していったとね、もう2巡目3巡目のことを考えずにまずその場をその場ねリーフと同じように投げていくっていうところを、まあ、試みた試合になったけども、まあ、客観的に見た中で、まあ、リリーフの時みたいにちょっと凄みはねちょっと感じなかったかなと。で全体的にこう下半身と上半身のバランスも良くなかったかなと。でストレートもそんなにやっぱりリリーフの時の方が全力で投げてたっていうところもあるんでねやっぱ長いイニング投げなきゃいけないっていうところで全体的に体が緩んでたかなっていう印象はあるけども先発のねこれ練習が必要やっぱりリリーフとしてたのは違うんでね長いイニングっていうところを考えればねだから今後も先発に行くんであればしっかり先発の練習をしていく中で投げるスタミナバランス8割で投げる中での投球バランスと、コントロール制球っていうところをちょっと身につけていかないと全体的に全力で投げた中のリリーフの時に比べるとちょっと凄みをね感じなかったかなと。で阪神先発伊藤ね6回75球5安打2三振1球3失点、まあ、低めにねしっかり投球する中で、まあ、5回までは完璧ねで、6回にね3失点するも、まあ、若干打たれた時はね高めに浮いたかなと。でその後ねアルカンタル湯浅で最後はね得点続いたんで石井がね非常にグッドリリーフとだからまあリリーフがやっぱり良くなってんだよね阪神は。だからそういったところで終盤の逆転劇を生むし終盤のね接戦をものにできるっていうところがこの交流戦ねいい形の結果に結びついてるんじゃないのかなと。で阪神はね3回裏、ピッチャー伊藤のレフト前グッド伊藤ねで島田三振で中村アウトで2アウト1塁から近本のねセンター前で佐藤がライトへタイムリーヒット打って大山がねレフトスタンドへスリーラン結構インコースのね難しいところだったけどねグッとこれで4点で6回表にね若干ね糸も球が高くなってきたところ代打杉谷はねライトへツーベースで石川、ライト前ヒットで1・3塁になって万波犠牲フライで今川アウトになるけども松本ライト前ヒットの野村がねレフトへタイムリーツーベースで3点ね、で2アウト2塁から清宮がねアウトここで同点まで追いついてたらねちょっと状況変わってたかなっていうね。で1点差のままね8回裏ピッチャー石川から堀に代わって佐藤フォアボールで、大山デッドボールねで糸原送りバント失敗バッと山本がサードゴロで代打北条がねフォアボールでこの中でもねその間に、島田ね山本が盗塁をしっかり成功させてで2アウト満塁から代打おねだられライトタイムリースリーベース小野寺グッド、ね、堀はねちょっと不調だね。でその後島田がねライトにタイムリーヒットできっちりね点数を取っていくっていうね。で代打小野寺の時に堀からね谷川に変わってるんだけどもここでやっぱこの3日の試合ね堀の変えるタイミングっていうのが悪かったから打たれる前に変えたんだけども変えても打たれるっていうねこういったところが投手起用はねやっぱ一番難しいところかなっていうところを感じながら見てましたけどもしっかりねフォアボール足を絡めながら最後は代打構成でねしっかりベンチの役割も果たしていくっていうねこの阪神のねこう全体的に良くなってきたねこれみんなが活躍するっていうねここからあるんじゃないのタイガースね結果3連勝でした。はいさあということでいきましょう、今週のベストナイン発表します。パ・リーグからピッチャー
日本ハム上原、二刀流頑張れ。キャッチャーオリックス伏見、頭叩かれたけども元気です。ファーストロッテレアード、へいお待ちマグロ、でもマグロをこれでは釣れません。はい、セカンド楽天浅村ね、9回一発大きい。サード日本ハム野村ジェームス、はい、ショート楽天小深田、神戸国際大付属から近大、そして大阪ガス、はい、レフトソフトバンクグラシアル、もうすぐで3割だけど守備もしっかりしよう、はい、センター日本ハム松本、帝京魂。ライトオリックス杉本、週間10安打で復活か。リリーフオリックス平野、200セーブおめでとう。今週はセリーグの本拠地ばっかりだったので DH はなかったので DH はありません、はい、セリーグヤクルトピッチャー小川、8回0分ホームラン1対0勝ち、すっごい素晴らしい。キャッチャー広島中村翔成、バッティングゲッチ。ファースト阪神大山、9安打5本塁打7打点はすごい。セカンド DeNA マーキ、9安打9打点マーキ。サード巨人増田陸、明秀学園日立高校ドラフト2位です、はい、ショート阪神中野、スピードスター注目。レフト巨人ウォーカー、10安打4本塁打6打点。センター巨人丸、9安打3本塁打。ライト阪神島田、リーダーオフマン。リリーフヤクルトマークガフ、3試合連続3セーブ合計今週4セーブでございます。今年は打つ、今週打つやつすごい。大山9安打5本塁打、牧9安打9打点、ウォーカー10安打4本塁打6打点、丸9安打3本塁打って、どんだけ打つっていうね。杉本10安打、ね、交流戦やばいね、あと1週間。さあ猛暑送り事項いきましょう。日本ハム対 DeNA、 DeNA 皆さん、日本ハム連敗できてますよ。ちょっとリリーフ陣バタついてますから、最後の最後まで気抜かないでいきましょう、ね、松本気をつけて。日本ハムの皆さん、 DeNA ね、山崎康明打たれてさよなら負けしてますから、若干不安の要素が出てきましたからね。後半勝負でいきましょう。頑張って牧だけ抑えましょう。牧だけ、そこ打たれたら終わりますよ。楽天対広島、広島の皆さん、浅村が復活してきてます。浅村に打たれれば終わりです。広島の皆さん言ったね今。楽天の皆さん、カープね、若干バタバタしてます。だいぶ、でもね、中村翔成がね、いいバッティングしてるんでね、そこ気をつけていきましょう。ちょっと打線のね、つながりができちゃうんでね。でもバタついてますからね、楽天一気にここ盛り返しましょう。西武巨人、西武の皆さん、巨人岡打つよ、岡本打つよ、丸打つよ、ポランコ打つよ、松田打つよ、吉川打つよ、気をつけて。巨人の皆さん、西武山川にホームラン打たれても神話がね止まってます。でも殿崎がね、ちょっとなんか指導のもと復活しかけてるんで、ちょっと殿崎ね、ちょっと気をつけていきましょう。そこがね、連動しだすと危ないんでね。ロッテ対中日、中日の皆さん、今日ロッテレアードとマーティンが2連発で乗り込んできますよ。レアードとマーティンさえ抑えれば勝てます。はい、打ち取り方は自分たちで考えていきましょう。ロッテの皆さん、ドラゴンズね、リリーフが結構しっかりしてるんで、前半勝負ですよ。思い切ってね、打線はね、岡林と阿部、この2人気をつけましょうね。全体的に頑張って、はい、オリックス対ヤクルト、お、3連勝同士の対決。オリックスの皆さん、ヤクルト3打でしたら交流戦優勝ありますよ。頑張って。ヤクルトの皆さん、オリックス
サンタでしたら優勝決定です。頑張って。はい、あ、杉本やるくると気をつけてね。でオリックスはね、あの塩見、ここ塁出さないようにしていきましょう。はい、ソフトバンク対阪神。ソフトバンクの皆さん、阪神今大山がやばいっす。でもね、そればっかりに注目しだすと、島田中野近本がね、何気にね足も絡めてくるんで、このね島田中野近本、これをねしっかり塁出さないように頑張って抑えましょう。大山に打たれてもソロで済むように。はい、阪神の皆さん、ソフトバンクね、全体的に波にね乗り切れてないんで、ここねサンタでしたら交流戦優勝も見てくるし、後半戦に向けてね一気に上がるんでね、まあ、その中で強いて言って気をつけなきゃいけない人ね、強いて言っていないね。今のままでいこう。タイガースは自分たちの頑張りで勝てます。はい、さあということでね、きっちりタイマーを押して今59分44秒でございます。編集でどんだけ短くなってるか分かりませんけども、皆さん交流戦最後です。楽しんでいきましょう。